クッション製ボールスポーツ用品売り場に陳列されたバスケットボールボールはゲームなどに使う休憩の用具。中は空洞で休憩の被膜や外角に包まれていることが多いが中まで詰まったボールや休憩でないボールもある。チーム競技にはボールを使った球技が多い。球技ではゲームの成り行きはプレイヤーが投げたり打ったり蹴ったりしたボールの状態に左右される。 またボールは一人や少人数でできる遊び。例えば、キャッチボールやビー玉、ジャグリングなどにも使われる。クリケットボールボールを用いた遊戯は古くから自然に行われていた。初期のボールは、羊毛や髪の毛などの繊維を布や革の袋に詰めたもので重いものだった。古代ローマでは球技ごとに異なるボールが用いられ、中に羽毛を詰めたボール、中に砂を詰めたボール、 空気で膨らませたボールが存在した。ただし空気で膨らませたものは動物の腸を素材にしたもので完全な休憩ではなくエアチューブを小さくまとめたような形状だったと考えられている。日本の蹴鞠用のマリは鹿側でできていた。中国では蹴鞠は戦国時代より軍事用の訓練として始められ、寒大以後チーム対抗球技として発展し、東大には マリはより弾むように羽を詰めたものから空気を入れた動物の暴行へと改良されたが、壮大に得点を競う球技から地面に落とさないことを競う球技へと変化し、やがて風俗の大敗などを理由に寝代に禁止令が出されほぼ消滅した。蹴鞠が伝わった東南アジアでは、塔で編んだ籠去のマリによる球技が行われ、現在のセパタクロへと発展した。 クリストファー・コロンブスによるアメリカ到達前の時代には南北アメリカ大陸以外ではゴムは知られていなかった。スペイン人たちは中南米各地で弾むボールが儀式や遊戯としての球技に使われているのを見て目を見張った。ヨーロッパ大陸では手でボールを打ち合うテニスの原型のようなスポーツがあり、やがて手を保護する手袋や木の棒を用いて打つようになり、テニスや ホッケーやクリケットの元になった。また、イギリスでは、年に一度協会に公認された祝日などにボールを、村人、市民総出で奪い合う熱狂的なゲームがあり、サッカーの元となった。プレイヤーたちはボールを足で蹴ったり手で持ったりしながら、走っていたが、ゴムでなく、木くずを詰めた動物の比較でできたボールはよく飛ばず、地面を転がるだけだった。フットボール用のボールの起源として、 しばしば人の生首や頭蓋骨が使われたという伝説がある。例えばバイキングたちがイギリスの村々を略奪した際、船で帰る前に海岸で住民の首を使い球技をして遊んだ話や、都市のフットボールに最初は捕虜の首が使われていたという言い伝えなどである。なお、ソフトテニスやバレーボールなど主にゴム製ボールの空気穴のことをへそと呼ぶことがある。 サッカーボール休憩で遊戯に使われる物体という意味のボールという英語は1205年にラヤモンによって書かれた英国史ブルートに書出するツンメヘオドラインベイルズワイドイアンドズアフェルズこれは中英語のボールから来たものでありその元はコノルド語の BLLR やゲルマンソ語のベルー Z でありここをドイツ語のボロやパロバラと語源を同じくするもしボールマイナスが ゲルマン語由来の言葉であれば、その語源は、ラテン語のフォールイズと同じである、可能性がある。中世英語の後期の綴り、ベレイはフランス語でボールを意味する。ベレイと形が同じだが、これを理由に、ボールという語はフランス語から英語に入ったという、誤った説が伝えられている。フランス語のベレイも、ゲルマン語起源だったと見られる。ありがとうございます。